メンタル。メンタル。タル精神的なブームですね。はい。この辺ちょっと耳が痛いかもしれないですけど、はい。音痴によくあるタイプとして、はい。困ったら逃げちゃう。はい。自分が言ったこと、もしくはやらなきゃいけないこと、責任は取らない。はい。あとね、自分を隠したいタイプっていう人。うん,うんうん、自分を隠した。はいで今までこう、まあ、2000人とか3000人とか教えてきてるわけですけど、 はい、まあ音痴の人っていろいろいるじゃないですか、はいね、やっぱ共通してるなと思うことをここに書き出してるんですけど、はい、やっぱ、ね、逃げたがるんですよね,、はい、ね自分を隠したいとか、うん、あとね損得にすごいこだわる人は割と多いあ損得にこだわる、はあ、特に損をしたくないっていう人、はい、自分が損をするってことに対してものすごい恐怖感を抱いてくるぐらいの人 あはい、あ何かにつけて守りの姿勢、はい、やってみればいいじゃんっていうことも「でも」って言ったり失敗したくないんですよねうん、はい、成功はしたいんだけども挑戦が怖いっていう、はい、そういうタイプの人すごく多いですね、はい、あと自分だけがよく思われたいっていう人うんあのみんなでっていうんじゃなくて私がっていうそういう自己主張が強い、はい はい、そういう自分がよく思われたいっていう人はね相手を下げようとするんだよね。ああ相手を下げようとする、うん。私の方がすごいって言いたいから、はい、例えば俺と楓さんで今話をしてて「はい、楓さんより俺の方がすごいんだ」っていう態度でずっと俺がいたら気分悪くないですかああそうそうですね。ううでしょう私の方がい,い いつも何でもすごいでしょあなたってダメねみたいな人とあんまり友達になりたくないじゃないですか <laughs> そうですねそうするとやっぱ他者との関わり合いが下手なんですよあ、はいだからこのメンタルっていうのは、ね、別に批判したいっていうんじゃなくて今まで教えてきた中での共通点を抜き出してるんですけどはいこういう部分に何らかちょっと思い当たるようなところがあるとはいメンタル的な部分でも音を取りにくいかもしれないはい いやそういう部分も音痴に関係ありますよっていうことですね。はいじゃあ、えっと、その次最後の部分に移りましょう。はい